お待たせいたしました。ただいまより立教学院ソセート礼拝堂ハンドベルクワイア2021年度クリスマスコンサート星月を開演いたします。今回のコンサートでは星月夜というテーマを掲げました。星月夜はゴッホが闘病の苦しみの中で描いた絵画のタイトルでもあります。今年度は私たちもコロナウイルスが流行し思うように活動できない苦しみの中でしたが、この名画の名に恥じないようこの1年の集大成として精一杯演奏させていただきます。私たちの演奏で皆様にクリスマスの喜びを感じていただければ幸いです。式は学生でお送りいたします。本日最初にお送りいたしました曲はジーザス・ラブズ・ミーです。この曲は主我を愛すと訳され日本で最初に翻訳された賛美歌の一つです。キリスト教系の幼稚園や学校で歌われることもあるので聞き覚えのある方もいらっしゃるのではないでしょうか。ベルスリーと呼ばれる一人でいくつものベルを演奏できる道具を用いて可愛らしい音色でメロディーをお届けいたしました。何度も繰り返される優しいメロディーと繰り返すことに現れる変化をお楽しみいただけましたでしょうか。開演に先立ち顧問の中川秀樹チャプレンにお祈りをしていただきます。
お祈りをいたします。すべての人と人との間に愛と信頼を宿らすために、御子イエス・キリストを贈られた神よ、御子の降誕のその喜びの中で、今日私たちはクリスマスコンサート星月を捧げます。どうぞ初めから終わりまで私たちを守り支えてください。主なる神よ、あなたは星を作って大空に散りばめ、季節の移り変わりを定められました。またあなたはキリストの誕生の知らせを一つの明るく輝く星を通して世界へと知らされました。どうか今宵演奏するこのリンガーたちを強め、このチャペルで奏でられるベルの音色の一つ一つがあなたの祝福を受けて輝き、多くの人を御子が眠る救いの馬小屋へと誘ってください。またコロナパンデミックによってさまざまな制限を受け分断されたこの痛み傷ついた世界の全ての人々のために、私たちはこのハンドベルの演奏を捧げます。どうかあなたの愛と平和が全ての人の心に届きますように、私たちの主イエス・キリストの皆によってお願いいたします。アーメン。ありがとうございました。次にお送りいたします曲はフィンランディアです。この曲はフィンランドの作曲家ジャン・シベリウスによって作曲された交響詩です。フィンランディア賛歌として歌詞が付けられたものは、フィンランドでは第二の国歌として広く歌われています。異なる編曲として安かれ我が心よという歌詞が付けられた賛美歌の曲としても知られています。音量の変化や中声部へ移り変わるメロディーの変化にも注目してお聴きください。
次にお送りいたします曲はキャロル・オブ・ザ・ベルズです。この曲は最もよく歌われるクリスマスソングの一つです。映画ホーム・アローンの挿入歌としても使われているので、メロディーに聞き覚えがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。冒頭は LV という音を止めない奏法で教会の鐘の鳴る様子を表し、徐々に有名なメロディーが現れてきます。地域するような音量の変化にも耳を傾けてお楽しみください。
次にお送りいたします曲は、オ・タンネンバウムです。この曲は、ドイツ発祥のクリスマスキャロルの一つで、日本では、もみの木として知られています。有名な曲なので、メロディーに聞き覚えのある方もいらっしゃるのではないでしょうか。軽やかなメロディーですが、ドイツ語で歌われる大きく立派なもみの木をイメージして演奏いたします。シェイクと呼ばれるウェルを前後に小刻みに振る奏法で、華やかに始まるこの曲をクリスマスの訪れを感じながらお楽しみください。次にお送りいたします曲は What Child Is This です。この曲のタイトルはお使い歌い手と訳され、グリーンスリーブスという伝統的なイングランドの民謡に合わせて作詞されたクリスマスキャロルです。繊細に奏でられるメロディーが優しくなだらかな伴奏とともに揺れ動き、豊かに移りゆく情景を描き上げるような曲となっております。伸びやかな旋律に耳を傾けてお聴きください。
次にお送りいたします曲はシンプルギフトです。この曲はバレエ音楽アパラチアの春で印象的に用いられているメロディーで、今では独唱や合唱曲として広く歌われています。少ない音数で繊細に奏でられるメロディーの中に高い音と低い音との掛け合いもあり、シンプルながら工夫が凝された曲になっています。ぜひ耳を澄ませてお楽しみください。次にお送りいたします曲はサクステットです。この曲はイギリスの作曲家グスターブ・フロストの作曲惑星の木星第4次第中間部を音にした楽曲の一つです。このメロディーには多くの歌詞が付けられており、日本では平原綾香のジュピターとして有名ですが、聖歌532番としても歌われています。ハンドベル用のアレンジではチャイムというベルとはまた違った優しい音色の楽器で曲の一部を演奏いたします。壮大な曲奏と少しずつ異なるメロディーの響きに耳を傾けてお聴きください。
本日は立教学院主生徒礼拝のハンドメルクワイアクリスマスコンサート星月夜にお越しくださりありがとうございます。昨年度のクリコンは完全オンラインのみでしたので、有観客でのクリコンは2年ぶりの開催になります。さて、サマコンの時にはいい感じの話をしたので、今回は個人的な話をしようかなと思います。今年1年自分が振り返って思うことは、波乱万丈だったなということです。2年ぶりの対面新刊、ブランクの空いてしまったコンサート、唐突なアンセム奉仕のお願い、完成できなかった夏合宿、コロナの再入校、再流行、依頼演奏やイルミネーション点灯式、やることと対応することの多さに絶望し、頭を悩ませられた日々でした。去年のブランクという要素も含めても、みんなよく乗り越えたと思うばかりです。しかし大変ではありましたが、実りある1年でした。これだけははっきりと言えます。こんなに充実した1年間は、人生の過去と未来を見渡してももうないかと思います。みんな精神的に二回りも大きくなったと思います。そんな貴重な1年間を過ごさせてくれたハンドメルクワイアには感謝しかありません。自分が代表として働き尽くしたことをもって恩返しができたらと思います。そしてそのハンドメルクワイアの30年の歴史を積み重ねてくれた先輩方、昨年の方々には感謝という言葉では表し尽くせません。加えてコンサートをいつも成り立たせてくれるチャペル団体のお手伝いの方々、大変ありがとうございました。いつもチャペルのセッティングの時に駆り出してしまい申し訳ないです。いつも助かってます。そして、早いままで本日のクリスマスコンサートは次の曲で最後となります。最後の曲では皆さんが必ず知っている有名なあの曲を披露します。クリスマスのワクワクした気持ち、楽しい気持ちを感じてもらって、コンサートの締めといたしたいです。本日はありがとうございました。本日最後にお送りいたします曲は All I Want To For Christmas Is You です。この曲はマライア・キャリーが発表した恋人たちのクリスマスとして有名なクリスマスソングをハンドベル用にアレンジしたものです。私たちの指導者である大坪太鼓先生が主催するキークハンドベルアンサンブルで使用した楽譜をいただき、演奏に使わせていただきました。アップテンポで楽しいこの曲をリズミカルに歌うよう、演奏できるよう練習を重ねてきました。本コースの最後の曲をぜひ体でリズムを感じながらお楽しみください。最後まで演奏をお聴きくださりありがとうございました。
以上をもちまして立教学院諸生徒礼拝堂ハンドベルクワイア2021年度クリスマスコンサート星月夜を終演いたします。お手回りのものを確かめの上後方の席にお座りのお客様から順にお気をつけてお帰りください。またコロナ対策としてお席の消毒をお願いしております。ご協力のほどよろしくお願いいたします。本日はご来場いただき誠にありがとうございました。